ヨンビョン核施設朝鮮民主主義人民共和国内の一ヨンビョン核施設は朝鮮民主主義人民共和国にある北朝鮮最初の原子炉が稼働している核施設である。ピョニアンの北約8 0トルの平安北道ヨンビョン郡に位置している。2006年以降に北朝鮮が行った核実験で用いられた核物質を生産した。 四ンの核施設は、清川港の支流である、急流港に沿った土地にあり、その面積は8.92平方キロメートルある。約2000人のスタッフが働いているとされる。1961年に建設が開始された。核燃料を製造する工場から、原子炉、使用済み核燃料の再処理工場まで、核燃料サイクルに必要とされる主要な施設すべてが、所在している。 IRT-2000 研究炉は、ソビエト連邦が設計した研究用の原子炉で、ソ連との協定に基づいて提供されたものが1962年に建設開始され、1965年8月15日に初めて臨海に到達した。当初の熱出力は2 0 0 0ットであった。燃料は10%の濃縮ン核燃料で、 1973年まで、ソビエト連邦から提供されていた。その後、北朝鮮の科学者により独自に能力が増強され、最終的に80%濃縮ウ燃料による8 0 0 0ット原子炉となった。主に工腺がんの放射線療法用の放射性、同位体である要素131の生産に使われていた。しかし近年の活動はほとんど行われていない。 4秒の5メガワット原子炉は1979年に用地の準備が始められ、1982年4月に原子炉の建設工事が始まった。1985年に初めて臨海に到達し、1986年に1月から運転を開始したとされている。4秒に1号炉などと呼ばれる。原子炉は1950年代に イギリスが開発した黒塩原則ガス冷却炉であるマグノックス炉の設計をもとに北朝鮮で独自に開発したものでカナダで教育を受けた物理学者である軽減が教授が指導したとされているマグネシウムジルコニウム合金の被覆管を使った天然ウラン核燃料を使用している燃料棒は1本あたり長さ 50cm 直径 3cm 重さ 6.17kg で、これを合計801チャンネルある燃料チャンネルに1チャンネルあたり10本ずつ挿入し、合計約8000本の核燃料棒を使用する。ウランの総重量は40から45トンで、燃料平均温度は420度である。電気出力は 5MW とされ、また熱出力は20から 30MW とされている。通常、 電気出力は熱出力の3分の1程度であるので、この炉では電気出力から通常想定される熱出力に比べて倍程度大きな熱出力を持っていることになる。この炉を1日運転すると熱出力1メガワットあたり 0.9g のプルトニウムを生産できる。熱出力が20から30メガワット程度であることを考慮し、また、 稼働率を85%とするならば、年間に5.5から 8.5kg のプルトニウムを生産できる。プルトニウム方式の原子爆弾は、1個あたり 5kg 程度のプルトニウムを使用するので、この原子炉を順調に稼働できれば、年に1個程度のプルトニウム原爆を生産できる。プルトニウムを生産できる。また北朝鮮側の説明によれば、この原子炉では、 電力網への電力の供給と近隣の街への熱の供給も行っている。このマグノックスロは2007年に6社会合の合意に沿って無力化されたが2009年に合意の崩壊に伴って既存の使用済み核燃料の再処理のために部分的に復旧された。2015年9月15日に北朝鮮はこの原子炉は運転を再開したと発表した。 4秒2号炉とも呼ばれる電気出力が50メガワットの原子炉は1986年に着工されたが1994年の米朝枠組合意により建設が中断され完成しなかった仮に建設が再開されたとしても原則材の黒煙ブロックなどが不足しているために完成させるためには数年程度が必要であると見積もられている 1994年に建設が中断された時点では1995年に完成が予定されていた。4ンの50メガワット原子炉のほかに4ンの20キロメートル北西にある大戦群に電気出力200メガワットの原子炉も同時期に建設されていた。これらの2つの原子炉で年間200キログラムのプルトニウム生産が可能であるとされ、これは 年間50個ほどの原爆を生産できることになる。これら2つの原子炉は、電力網に接続されておらず、電力供給ではなく、核兵器生産が、主目的ではないかとの関心が持たれている。放射化学研究所は、使用済み核燃料再処理工場であり、5メガワット原子炉の使用済み核燃料をピュレックス、等により再処理して、プルトニウムを抽出している。 年間200から250トンほどの核燃料を再処理して1 0 0ラムのプルトニウムを抽出する能力があると推定されている。一方、この能力は課題に見積もられたものであるとする意見もあり、ロシアの専門家は年間25トンの処理能力であると見ている。各物理学研究所は IRT-2000 研究路の南側に1964年に 建設されたもので、原子力関連の人材育成を担当してきている。各燃料製造工場は、2004年1月8日のアメリカの代表の訪問の際に、北朝鮮側から当時建設中であることが公表された。その当時部分的に稼働状態であり、年間100トンのウラン燃料を生産してきたと言われている。5メガワット原子炉の各燃料アクセスポート、 北朝鮮の原子力研究は1956年に始まり、4秒にまず研究所が建設された。1960年代には、ソ連との協定により IR、IRT-2000 研究炉の提供を受けて建設し、1965年に運転が開始された。続いて5メガワット実験用原子炉の建設は1979年に始まり、 1985年8月に初めて臨海に到達した。この原子炉は後のより大きな原子炉を開発する計画のための初期の技術実証用小型炉であった。1994年に米朝枠組合意で運転が中止されるまで断続的に運転された。枠組合意が2002年に決裂した後、2003年2月に運転が再開され、 その核燃料中で、毎年約5キログラムのペースでプルトニウムを生産した。この原子炉から取り出された使用済み核燃料は、再処理され、推定で、金属プルトニウムを30から5 0ラム程度得て、そのうちの一部が2006年と2009年の核実験に使われた核兵器に用いられた。4秒には50メガワットの原型炉も存在しているが、 完成まで1年ほどとなった1994年に枠組み合意により残りの建設が凍結された。2004年のアメリカの代表団の訪問時点では構造物と配管はかなり傷んだ状態で建設を再開してもかなりの時間がかかるものと考えられた。さらに200メガワットの実用炉も4秒の2 0トル北西にある大戦群に 1994年の枠組み合意で中止されるまで建設されていた。2005年5月に北朝鮮を訪問したアメリカの学者に対して北朝鮮側が説明したところによれば2年以内にこれらの原子炉を完成させる計画があるとしており、また実際に建設を再開したとの報道もされている。運転を停止した。 各燃料製造工場2007年2月13日、6社会合において、北朝鮮が再処理工場を含む4ビオン各施設の運転を中止して封印し、国際原子力機関の査察官を必要とされるすべての監視、証明活動を行うために呼び戻すことで合意に達した。この見返りとして、北朝鮮は緊急の燃料支援として、 拉致問題を抱える日本以外の米中間路4カ国から5万トンの重油を提供されることになった。IAEA、e、の査察官は7月14日に現地に到着し、4秒の核施設の運転が停止されていることを確認し、これらに封印を行った。これは、マカオ企業銀行に関連する北朝鮮とアメリカの争いのために4月に予定されていたものが遅れたものであった。 6月30日に韓国政府の関係者は2週間以内に提供される最初の重油を受けて各施設の停止が始まるかもしれないと示唆した。7月14日にアメリカのショーン・マコーマック報道官は北朝鮮からアメリカに対して原子炉の運転が停止された旨の通告があったことを明らかにした。アメリカはこの知らせを歓迎し、 IAEA、e、の査察チームによる確認作業を待っていると付け加えた。その翌日、IAEA、e、のモハメド・エル・バラダイ事務局長は原子炉の停止を国連が確認したことを発表した。7月18日、IAEA、e、は4病にある5つすべての核施設が停止されたことを確認した。2008年3月3日の IAEA 理事会への冒頭説明において、 事務局長は施設の無能力化について IAEA、e、が保証していないので新しい情報を提供できないと語った。5メガワット実験原子炉から取り出されたすべての核燃料棒と無能力化されている核燃料生産施設によって生成された核物質は IAEA、e、の封じ込めと監視を受けている。2008年6月27日、北朝鮮は 各兵器開発計画における最も有名なシンボルである各施設の原子炉の冷却塔を破壊した。冷却塔の爆破は当初 CNN が衛星中継する予定があったが施設の不備のため実現しなかった。原子炉からの不必要な熱を大気中に放出する高さ60フィートの冷却塔の破壊は北朝鮮が 各開発計画を廃棄する宣言を行ったことに対するアメリカの情報に対応したものであった。アメリカは250万ドルの取り壊し費用を負担した。2008年に6社会合の無能力化プロセスに関する北朝鮮とアメリカの間での意見の相違により緊張が再び高まった。2008年10月9日、IAEA、e、の査察官は 北朝鮮政府によって施設のさらなる査察を続けることを拒絶された。しかしながらアメリカ東部時間の10月11日にアメリカ合衆国連邦政府が北朝鮮をテロ支援国家リストから外した。これにより北朝鮮政府は IAEA、e、の査察官が各施設に戻ることを許可し、また6者会合の無能力化プロセスを遵守することを表明した。 北朝鮮国営通信社である朝鮮中央通信のウェブサイトによれば直近の北朝鮮によるミサイル発射実験に対する国際連合の制裁措置への対応として2009年4月24日にプルトニウムを抽出するための使用済み核燃料の再処理を再開した2009年に北朝鮮は自力開発による実験的な軽水路とそれに 核燃料を供給するためのウラン濃縮技術を開発する意図を表明した。2010年には低濃縮ウラン燃料を生産するための2000機のガス、遠心分離機を用いたウラン濃縮工場が稼働を開始し、電気出力が25メガワットから30メガワットの実験的軽水炉の建設が開始され、2012年の稼働開始を目標とした。 2011年11月には人工衛星の画像により、軽水路の建設が急速に進んでおり、コンクリートの構造は概ね完成していることが判明した。軽水路は実験的なマグノックス路の冷却塔が取り壊された場所に建設されていた。この実験的な軽水路の建設に続いて、北朝鮮は発電用により大きな軽水路の建設を計画していた。 アメリカ合衆国のシンクタンクによれば、この軽水路は2013年に運転を開始する見込みであるという。2012年2月に北朝鮮はアメリカ合衆国と生産的な議論が続けられている。うちは4秒におけるウラン濃縮を中止し、これ以上の核実験を行わないと発表した。これに加えて北朝鮮は IAEA の査察官に、 4秒での活動の査察を許可した。アメリカ合衆国は北朝鮮に対して敵対的な意図を持っていないと再度確認し相互の関係を改善する準備があるとした。2月29日の交渉が失敗した後におそらくウラン濃縮活動は再開されたものと思われる。2013年3月に北朝鮮は電気出力5メガワットの実験炉の運転を 再開するだろうと発表した。この運転再開のためには、無効化されていた二次冷却系の復旧が必要である。この発表は、北朝鮮が韓国と戦争状態にあると宣伝した、数日後に行われた。2013年6月に、ジョンズ・ホプキンス大学米韓研究所は、冷却塔が修復されたことを示す衛星写真を公表した。 2013年8月31日の衛星写真では原子炉建屋のそばの蒸気タービンと発電機を収めた建物から蒸気が上がっていることが示された。2015年9月15日に北朝鮮が4ビオン核施設は電気出力5メガワットの実験炉を含めて完全に運転を再開したと発表した。2019年2月27日 2月28日にかけて行われた米朝首脳会談では北朝鮮側より4病核施設のすべての核物質生産施設の永久的かつ完全に廃棄する提案が行われたがアメリカ側が主張する核廃棄の考え方との隔たりは大きく合意文書が結ばれないまま物別れに終わっている2021年8月27日国際原子力機関は 北朝鮮の核開発に関する年次報告書の中で同年7月頃から原子炉が再稼働している可能性があることを発表。安全保障理事会決議に違反していると指摘した。ありがとうございます。